はい、エルカチャンネルのショーでーす。こちらガンダムライトパッケージバージョンでーす。パチパチ。次世代のファーストガンプラ全67パーツで構成されています。武器はついてません。パーツを組み立てるだけで完成し、塗装はもちろんシール貼りも不要、ニッパーも使わずに手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様です。またランナーにはパーツが部位ごとにまとまって配置されているので分かりやすくなっています。初めて作る方なんかはですね、作りやすいんじゃないかなと思います。ランナーもですね、ほんと2つしかないので、ガンプラを普段から作っている方からすればですね、びっくりするような次世代のガンプラです。お値段もですね、500円ぐらいだったですね。それでは早速作っていきましょう。エルちゃん、はい、完成しましたよ。何も気にせずに手でパチパチと外していきまして、組み立てていきました。本当に簡単にできましたね。パーツによってはですね、外しにくいやつもあったので少し手こずりましたけど、30分もかからなかったかなっていう時間でできてます。すごいですね。
いろんなところがですね、簡単にしてあって、それで関節部分なんだとか、それで終わりみたいな、もう驚きの連続でした。だからといって全然動かないわけではなくてですね、はい、手もこの通り動きます。この上半身もですね、結構細かく動きます。足のこの関節すごいよねかかともこんな感じで前に倒れます。あ、なんかちょっと緩い、なんか緩いぞ。とパーツが弱いところはありましたね。武器がついてないのでですね、どうしようもないんですけど、144分の1のハイグレードのやつであればつくんじゃないんですかね、この手であれば。なんか持ってきます。Lちゃん、はい、ありました、ありました。他のやつの武器が見つかりましたのでつけてみました。ビームサーベルはですね、こっちの持ち手は背中についてたやつ、先っぽだけですね、いっぱいなんか出てきましたので、それをつけてみました。こうなるとですね、ガンダムだなと思いますよね。これをつけると構図が決まるんじゃないかなと思います。簡単に作れて、この出来上がりはいいんじゃないかなと思います。最初に言ったんですけど、ランナーもこの2つしかありません。そして説明書もめちゃくちゃ簡単で、パーツもですね、ある程度寄せてあるので、もうサクサクっと悩まずにいけるんじゃないでしょうか。多少ですね、残っている部分があるので、気になる方はヤスリをかけてもいいんじゃないかなと思います。今回のガンダムライトパッケージバージョンはこんな感じです。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。